三条公共は平安時代後期の苦行。大乗大臣三条実行の子。神は正二位、内大臣。母方の祖父、藤原賢樹の引き立てで13歳で、蕎麦天皇の自重となった公共は天皇が長愛するいとこの美福門院との関係を利用し、31歳で三義として苦行に列した。 上位して、陰性を開始した賭場法王も公共の出実で、勤勉な態度を高く評価して、院長の出自別当として、裁判、行政の中枢を任せた。92年、微福も院所制のこの絵天皇が休止すると、県大納言であった、公共は、賭場法王、関白、藤原忠道らごく数人と秘密裏に会議を開き、 この上天皇のイボアニマサヒト皇の即位を決定した。翌年、芝法王の法御直後に方言の乱が起こると、公共は、田,田道みち、神勢と共に、後白河天皇の傍らに禁じした。乱で、天皇法が勝利すると、延期されていた芝法王の葬儀を取り行い、また、親聖の進める記録書復興に賛同してその長官に就任した。これらの功績が評価されて、 方言2年に内大臣に就任している。平治元年12月に勃発した平治の乱においては、一旦は政局を手に収めた藤原信頼に気づかれないように二条天皇を代理から脱出させて平野清盛がいる六原に身行きさせる工作を行った。これが信頼失脚と藤原教習らの天皇神聖派の勝利を決定づけた。だが、 その翌年に58歳で父、実行よりも先に急世した苦行部人によるありがとうございます。